この動画をクリックまたはなんつうのこれポンってやってくださった皆様おはようございます。中竹一日二膳でございます。今回ね、うち来る久しぶりですけども、出場となりました。で今日はですね、T ステーション太田矢島店にお邪魔いたしまして、激戦を繰り広げていこうということになっております。あったかいですね今ね。1月半ばです。1月半ばの北関東といったらもう恐怖が走るぐらい寒いね。あったかいんですよ、ね、ポッカポカ。もうこんなもうチャックなんか閉めてて汗かいてくるぐらいの勢いで、これでもまだ脱いじゃんもうこれでもあったけど脱いじゃん。すいませんね、ノープランで、準備してればこんなアクシデントもなかったんですけどね。いやおかしいですよ、この今年の冬あったかい、あったかすぎる、切れねえし切れねえよ。なんだよこれ。ちょっとあのこのままオープニング続けていいですか。いやヒートテックです。胸毛がちょっとセクシーだろ。つうわけでちょっと落ち着かねえなやっぱな、ごめんねお来た、よし。まあ2016年にね世の中もうすでに変わって、2週間ほど経っておりますかね。私ね、正月明け早々ですね凱旋で万枚出しました。凱旋で初万枚、初打ちじゃなかったんですけどね、今年2回目の勝負で万枚で凱旋自体で万枚出したのも初めてというね、なんか非常に今年はいい年になりそうだなということで、バカの一つ覚えで今日も凱旋いっちゃおうかなと思っております。その万枚出した時がリセット天井で、途中、ちょいちょい赤七引いたりなんだりで上乗せて、目に見える分で9発だか10発なんですね。で合計で42連打か3連したんで30発ぐらいは多分天井のループでいただけていたというね、おかしいだろってね。なんで今日もまず天井まではめることから始めようと思います全然怖くない天井なんか、ね、むしろ途中で当たってくれるなよという感じになっております。さあどんなことになるか最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。55番から82番、すごい流れ入場ですね。ほとんどございます。どうしようかな、まだ全くのノープランです。とりあえず角いっとくか。キャメラが邪魔になるんです。なるべく人様の通行の妨げにならないように。さあそれでは参ります。やっぱね D ステーションって言ったらこのメガネ、なんだブルーライトカットするあれですね、パソコン用メガネですね、各台に備え付けられております。もう今時のねパチンコスロットはね液晶ばっかですからね、液晶じゃなくてもディールのランプなんかもなんか LED とか使ってるタイプもあるんで、みなこーって誰だよみなこって。まあ
このメガネした方がいいんですか、目に優しい。なんかさ、だったらさ、この液晶パネルのさ、この表面のガラスさ、同じ素材こう一つ層を作ってくれよって思いますけどね。そうだよ、なんでそれをやんないんだよ、液晶メーカー各社、まあ、液晶に限らず LED のこの表面にこういうのをコーティングするっていうのはできないもんかね。あ、俺すげえ今アイデア言っちゃった。ビジネスチャンス、真似すんだよ、パクんだよ。ブルーライト、ブルーライトカット LED、 あ、売れんじゃね。ちょっと真似した企業、ちょっと金取るかな俺。つうかさ、日常生活で耳栓使うことなんてないでしょ、ほとんど。俺だってここ最近だもん。それまで耳栓なんてしたことなかったよ。おれ、あ、一番下、むしろ熱い、熱くない。あ、一番下で中断機なの、なんだろう。生きてます。おー、上がっただけか、だけっていうのもあれだけど、生きてます。なんか V が多いな、 V ボード違うか。俺は来た、全勝でしたね。17ゲーム、中断切らない引いてから17ゲーム。上がって当たったんでしょうか、それとも中断切らないで当たったんでしょうか。まあどっちでもいいや、あんまり参考にならないかな、中断切らないからの当たりは。299ゲーム、投手は13本、47枚だから、分かんない、計算してください当たってよかったわ。世界戦ハーデス、飽き台なし。これの台がダメだと、あと花火三段に行くしかない。私の場合ね、花火がね、一島ズドーンとあったんで、黒花火がさ、あれこの間打ったらイールちっちゃいのに、ちょっと普通の花火に比べて。お、いや、ダメでした。ああ、気が抜けない病か。今年はぼちぼち当たるけど、気が抜けない病かもしれない。この間万枚出した時は3セット分ぐらい少なかったから、1000枚ぐらい予定より少なかった。うわっ、上から2番目か、まあ普通だなとか思って、まあチャンスでしょうなと思ってたな来てますね、今年来てますね俺。2016年、バンザーイ。
万歳じゃあワオーって言わしてみますよ。あ、どれだ、これか、聞こえた ありがとうございます。久しぶりだ、ボタンフリーズボタンブラックアウト、久しぶりですね。ありがとう、ありがとう。何ゲーム目だったかちょっと分かんないです。残り十何ゲームかな。よし、まあ5連だろうけど、とりあえずプラス域には余裕で行くんで、ちょっと雲行き怪しくなったら逃げるよ。ダットのごとく逃げる。ダットってあの DAT って書いて、あのデジタル、まあいいやじゃあ行きまーす。ああ回ってる、揃って回ってる、あ、いっぱい揃って回ってる、あ、全部揃ってるよ。外線なんか好きで打ってますけど、できればね、やっぱ耳栓なしで打ちたいですよ、俺だって。嫌でしょ、地球が好きだけど防毒マスクなしで生きられない世の中になったら嫌でしょ。まあそれとこれとはちょっと違うと思うけど、まあ、ひなひけない病が余裕で治りました。よかったですね。ひなひけないだけですごいストレス感じるタイプなんで嬉しいです。575、あとワンセット、あとワンセット分もう下皿に入らないので移させていただきます。いきますよ、だおりゃ、じゃああとは消化しながらやります。いきます。おそらくこれが最後。2015年はね、一回も万枚出せなかったんですよ。この内くるで9500枚っていうのが凱旋で1回あったけど、それが最高でした。で、おととし2014年は万枚1回、
不満杯確定している状況で閉店取り切れつやめ9300枚つのが1回、去年1回も不満杯出してないんだけど年間収支プラスでした。で一昨年満杯と、まあ、準満杯とでこう2回出してますけど200万近くマイナスだったと。満杯頻度と年間収支は比例しないってことが分かりました。凱旋メインになってからですね比較的安定してます。ハーデスバックって言った頃はね本当地獄でした。たまにそういう飴をもらうもんだからさらに打ち続けてまたやられてみたいなね、結構ガックンガックンしたガックンガックンして下にガックンしたまま上向かずに終わったんですけど、おととしは去年はまったりとこうプラスに行ったっていうね、去年もねまったりいい年だったんですよ。今年はもっといい年になっちゃいそうだな。これ初詣のねおみくじもね大吉だったね。はい、予定数はここで終わりです。さあまだいるかいないか、弱い弱いパターン、あー弱い、鏡やっぱりか 25% にも当たってなかった。わお12回とか当たってる。おお、深づち、なんだ、赤菜々おめでとうございます。あれ、ハーデスも悪くないんじゃないのこれ、もう2箱で勝ち持ってる。いいなぁ、余裕こいて、ご飯ですご飯。あーもう、ゴッド系には移動できないからな。花火だなぁと気になるのは、お、もうビッグ9回とか、あらららら、お、開いてない、開いてない、1台だけ開いてる。負け3、ビッグ1。ほらー